はい、皆さんこんばんは。今日はですね、こちら成田空港に来ています。成田空港からね、今からじゃあ飛行機でどこかへと言いたいところなんですが、今回はね、飛行機に乗る旅ではなく、こちらです、列車に乗っていきたいと思うんですが、今回乗車をしていくのがこちらの京成線です。今からこの成田空港から羽田空港まで向かいたいと思います。そこで、現在ね、京成線にはアクセス特急というのがあって、成田スカイアクセス線を通って羽田空港に行く列車は1日に何本もあるんですが、もともとアクセス線っていうのは最近できたばっかりの乗り物で、昔は京成本線の方から羽田空港まで行く列車があったんですね。ただその列車はもうこのアクセス線ができたということで、現在では平日に3本、土日にはたった1本しか走ってない貴重な存在になってしまいました。ということで、今回はね、僕がこの元々走っていた京成本線経由の羽田空港行きに乗っていこうということで、今回はね、その列車に乗車をしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、こちらがね、今回乗車をしていく19時45分発の快速羽田高砂行きですね。乗り換え案内とかにもですね、羽田空港行きっていう風に書いてあったんですが、まずはどうやらこちらをね、快速高砂行きということで、成田空港から発車をしていくということになっているみたいです。下の備考欄にも上野方面への乗り換えとかの案内は出ていたんですが、羽田空港方面にね、行き先が変わるとかっていった案内は一切書いてありませんでした。こちらが運賃表になります。成田空港からこちらですね、空港第2ビルまでは一緒のルートを走って、そこから先スカイアクセス線が成田湯川の方から北総線に入って高砂に入るルートで、本線は京成成田とかこちらですね、西船とかこちらを通って高砂でね、再び合流して都営線に入っていくと ルートを取っています。今回の目的地である羽田空港なんですが、こちらですね、スカイアクセス線で行くと1720円、そして京成線で行くと1520円ということで、京成線から行った方が値段が200円だけ安いということになっています。ですから、時間がね、かかる分200円余分に取られてしまうのがスカイアクセス線ということになっているみたいです。ではね、ホームの方に向かっていきたいと思います。改札をくぐるとアクセス線と京成線で二重になっていまして、アクセス特急の方はそのままホームに行けますが、京成線の方に行きたい場合はもう一回改札をくぐらなければいけないということになっています。今回乗車する列車は2番線から発車する列車ということで、使われている列車がなんと都営線の車両なんですよね。成田空港に浅草線の車両がやってくる。そしてね、行き先にはね、一切都営線の行き先には関与していないんですけれども、都営線の車両が来たということで、まずね、これにめちゃめちゃ驚きました。そしてまず最初にこの列車は高砂行きで出発するということで、この路線図のところにも終点の羽田空港まで路線図としては反映されているんですが、高砂から先は通らないよということで黒くね、なっていました。では成田空港を出発していきます。2時間を超える長旅がスタートします。なお京急線を通過する列車は全て先頭車両にインバーターが積まれているので、このように列車の走行音を楽しむことができます。ちなみに成田空港を出るとすぐね、右側に謎のトンネル線路がありましたね。まずは最初の停車駅、空港第2ビルに到着です。この空港第2ビルもアクセス線と同じホームになっていて、手前側がアクセス線、奥側が京成線という形になっています。ではここで京成線の自動放送がこの都営線の車両も対応しているということで、少しね、お聞きください。ちょっとね、手ぶれしてますね、すいません。では少し車内のお話をしましょう。この列車551号ということで、2020年製のめちゃめちゃ新しい車両です。
椅子はかなりね、首都圏の JR と同じような形をしていました。そしてチカットビジョンというね、ビジョンがついているのが特徴で、このね、車内のこの背面というところには木目調が用いられていました。そしてこの連結部分にも浅草ラインということで、以前丸の内線ご紹介した時にここにもね、ピクトグラムがついていたんですが、この列車にも浅草とかね、いろんな沿線の地域のね、マークがついていました。また扉の下の窓なんですが、少しね、斜めに大きくなっているのがこの列車の特徴となっています。またこの列車は快速列車ですが、途中の津田沼駅までは各駅に止まっていくので、数箇所、この駅は桜駅なんですが、後からやってくる特急列車の通過待ちを行いました。さて次は京成津田沼ということで、いよいよ成田空港からここまで各駅停車だったんですが、ここから先通過駅が登場します。この津田沼の次が船橋競馬場ということで、いよいよね、この列車もようやく快速のね、姿を現すことができます。ちなみに今の時間は8時35分ということで、出発してから50分です。50分間止まりっぱなしでした。はい、ということでね、現在の時間が20時49分、出発したのが19時45分でしたので1時間が経過をしました。今走っている場所が東中山から八幡の間ということで、まだ京成線内を走っています。アクセス線との合流地点高砂駅にも到着をしていません。距離にするとだいたい50キロぐらいなんですが、まあといってもね、津田沼までほとんど全ての駅に各駅に止まってきたのでしょうがないかなというところはありますが、まだ羽田空港は遠いですよね。さて次がいよいよ気になるポイント、一応の終点高砂です。確かにこの列車羽田空港に行くはずなんですが、まだ一度も羽田空港のアナウンスや表示を見ていません。ではこの高砂どうなってしまうんでしょうか。まずはね、高砂駅に向けての車内放送をお聞きください。やはり終点の案内でしたね。ちなみに車内のビジョンも高砂のまま更新をされていません。このまま羽田空港行きのアナウンスは流れないんでしょうか。もしかしたら高砂で車両交換なんでしょうかね。ではちょっとね、肉声放送に耳を傾けてみましょう。ということで、ようやくね、アナウンスが流れました。どうやらこの列車、この駅から普通羽田空港行きに変わるということみたいです。列車はね、右の方からアクセス線、北総線の方からやってきたアクセス線と合流し、いよいよ高砂駅に到着をします。はい、ということでね、高砂駅到着です。行き先も先ほどまでの快速高砂から普通羽田空港行きに変わっています。ちなみにこの普通羽田空港行きという行き先は、京急線内では1日10本ほどしか運転されていないレアな組み合わせだったりします。ホームの表示も普通羽田空港行きと出ています。ちなみに次にやってくる普通京急栗浜行きも1日4回しか見ることができないレアな行き先の組み合わせとなっています。高砂駅では2分間の停車の間に、途中反対側になんと20時30分に成田空港を出たスカイライナーの待ち合わせを行います。20時30分ということで、この列車とはね、45分差でこのね、成田空港を出た列車がこのね、高砂駅で追いつかれるということで、45分差を詰める、さすがスカイアクセス線早いですよね。はい、ということでね、高砂を出ますと車内のね、表示も普通羽田空港行きに切り替わりました。この広域路線図にもいよいよ終点の羽田空港までライトがね、点灯しています。ただ逆に高砂までの区間は真っ黒系になってしまっていて、もう成田空港から来た痕跡は消えちゃっています。本当に列車が変わってしまったような雰囲気になっています。さて青戸に到着するわけなんですが、あれっと、ここでさっき抜かれてしまった時速最高160キロのスカイライナーがこの列車を青戸で待っていました。なんででしょうかね、抜かれた列車になんとね、追いついちゃいました。すごい流線形でかっこいい顔ですよね。と言ってる間に反対側からスカイライナーが上野の方に出発をしていきました。この青戸で上野方面と押上方面分かれますので、本来なら線路は別なはずなんですが、なんでねこのスカイライナーが待っていたんでしょうか。すごく気になりました。本日は京成電鉄ご利用いただきましてありがとうございました。
はい、ということでね、こちら押上駅でいよいよ乗務員交代、この列車の所属先である都営線に入っていきます。ここから先は急行を名乗ります。この押上駅では乗務員交代が行われるんですが、着いた瞬間に発車ベルが鳴るほど早い乗務員交代でした。こちら車内ビジョンもいよいよ都営線仕様に変わりまして、急行羽田空港行きを示しています。このように都営線内は次の駅まで何分かかるかという表示も出てきます。くださいましてありがとうございます。この電車は浅草新橋方面京急線直通急行羽田空港行きです。仙岳寺までは各駅に停車します。ちなみにこの浅草線内では列車に搭載されている発車予告本ではなく、駅にあるこの列車のですね、発車メロディーを使って列車は出発をしていきます。そしてこの広域路線図、皆さん違いに気づかれましたか？そうなんです、押上から先京成方面の路線図が全て消えてしまい、今度は京急線三崎口浦賀方面まで全て登場するものに変わったんですね。いよいよ京急の方に近づいてきています。次は仙岳寺、お出口は右側です。JR 線は前方の階段をご利用ください。ご参加、一番上方面は2番線の電車をご利用ください。この電車は京急線直通、急行、羽田空港行きです。仙岳寺の次は品川に停まります。都営浅草線をご利用くださいましてありがとうございました。はい、ということでね、こちら最後の会社の境界駅、仙岳寺駅に到着です。ここから先は京急線を走るということで、再び乗務員交代が行われます。ちなみに種別もまた変わるんですよね。皆さん右上気がつきましたか？そうなんです、この列車、この仙岳寺から京急線内はエアポート急行という種別で走っていきます。ということでね、今回快速普通急行、そしてエアポート急行ということで、なんと種別変更が3回も行われたんですよね。まあ、ちなみに都営線内一切ね、駅を通過しなかったので普通で良かった気もするんですが、というのはまあ置いといて、ここから先がエアポート急行でこの列車は運転します。ちなみに仙岳寺駅の駅の表示には急行と書いてありまして、エアポート急行にはなっていませんでした。そして行き先の種別表示にもエアポート急行の飛行機マークがつきました。そして京急用のデザインに変わり、到達時分の表示もなくなっています。ですが品川から先は急行ですので、都営線内とは変わり、再び通過駅が登場しています。押上からこの列車は地下に潜っていましたが、間もなく品川というところで再び地上に戻ってきます。左側には品川の JR 駅、右手側には京急線の品川の留置線があります。今の時刻は21時40分ということで、成田空港を出てから約2時間、距離にすると76キロほどです。いよいよ品川の方まで列車はやってきました。ここまでめちゃめちゃ長かったわけなんですけれども、この先ね、羽田空港まではあと一息というところです。ちなみに京成線、都営線で使われてきた自動放送は京急線内では使われません。全て肉声での放送となります。さっき肉声放送という話をしたんですが、実は英語だけはちょこっとだけ自動放送が使われていたりします。さてこちらですね、京急蒲田駅に到着です。この蒲田から分岐をして、いよいよ空港線の方に入っていきます。京急本線はこの蒲田で終点です。ちなみにこの京急蒲田では京急線内なんですが、乗務員交代が行われました。この先空港線に入るために乗務員交代がいるんですかね、ちょっと気になりました。さてこの京急蒲田は隣側に止まっている普通金沢文庫行きと同時発車という形で出発をしていきます。ちなみにこの京急蒲田、面白い点が一つありまして、この空港線、なんとホームが続いているのに分岐をしていくんですよね。ホームの途中から違う路線に分岐をする駅、こんな駅他にあるでしょうか。ということで、またこの京急蒲田駅については後日別の動画でご紹介をしたいと思います。そして途中駅の穴守稲荷駅を出ますと、いよいよこの列車は地下の方に入っていきます。
この先天空橋羽田空港第3ターミナル終点の羽田空港第1第2ターミナルは地下駅にありますので、ここで地下に入ると終点の羽田空港第1第2ターミナルまで地下を走ることになります。いよいよ10時を超えたところで羽田空港第3ターミナル到着です。いよいよ羽田空港の敷地に入ってきました。はい、そしてね、いよいよ終点の羽田空港第1第2ターミナルの文字が登場です。いやー長かったですね。はい、ということで、ね、こちらねビジョンの方には第1ターミナルと第2ターミナルそれぞれへの行き方が書いてありました。いやー、そしてこちらですね、左手側を見てみますとチカットビジョンということで、今回は京成線から京急線にやってきたんですけれども、使われた車両は都営線だったんですよね。はい、こちらね終点の羽田空港第1第2ターミナル駅の方に到着しました。いやー、成田空港から来たこの列車はこの後ねまたエアポート急行として高砂の方に戻っていくということみたいです。ちなみにこのね反対側に止まっているのが特急京急久里浜駅ということで、京急のね基本的に逗子葉山か都営線方面に列車が走ってくるので、このようにね特急の京急久里浜なんていうのが来るのはなかなか見られないということで、今回ねレアな行き先も見つけることができました。はい、ということでねやってきたのがこちら羽田空港の第2ターミナルです。成田空港を出てですね約今10時ですね10分過ぎということで2時間半かかりました。もう通常のアクセス特急に比べると1時間余分にということで、今回は成田から羽田空港まで乗り通しを行っていました。乗り通しをねするっていうのが一番の今回のメインの目的だったんですが、それだけじゃなくて実際乗ってみると行き先変更、種別変更ですね、そして乗務員の交代とかもうアナウンスも全然違うとか、本当にねお伝えしたいこと山ほどという感じで、めちゃめちゃね面白い列車でしたね。皆さんももしよかったらねお時間があれば空港から空港への移動に今回ね使いました快速の羽田空港高砂から羽田空港駅に乗られてみてはいかがでしょうか。はい、ではね今回の動画はこちらで終了したいと思います。この動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。